皆さんこんにちは今回は大分地方気象台さんに防災気象情報の利活用について動画を作成していただきました皆さんこんにちは大分地方気象台防災指導係員の佐藤と申しますよろしくお願いいたしますそれではこれから防災気象情報の利活用について 説明させていただきます気象庁では気象地震津波火山などに関する様々な情報を発表しています気象庁が発表するこのような情報は防災気象情報と呼ばれていますそれではこれから大雨に関する防災気象情報について説明しますこれは、 大雨の時の5段階の警戒レベルと防災気象情報の対応を示した表です。警戒レベルとは、災害発生の危険度と住民が取るべき避難行動を直感的に理解するための情報です。自治体や気象台などが発表する防災情報に、5段階の警戒レベルを明記して提供するようになりました。警戒レベル1と2は、気象台が発表する早期注意情報、 大雨・洪水注意報に該当します。警戒レベル3から5は市町村が発令する避難情報などです住民の皆様にとっては警戒レベル4までに必ず避難することが最も重要です危険な場所から必ず避難することがポイントで安全なところにいる人は避難の必要はありません一方で いざ避難が必要であると判断した場合には、避難経路における災害の可能性も含めて想定しておく必要があります。右には、警戒レベルに相当する気象台が発表する防災気象情報を載せています。これらは、自治体が発令する警戒レベル3から5の判断を手助けする情報として位置づけられており、 大雨警報や洪水警報は警戒レベル3相当土砂災害警戒情報は警戒レベル4相当大雨特別警報は警戒レベル5相当の情報になります次に大雨の状況に応じて段階的に発表する防災気象情報について順を追って説明していきますまず最初に大雨になる数日前から 1>, 1日前の災害への心構えを高める警戒レベル1の情報についてです。大雨が予想される数日前から1日前には、気象台からは早期注意情報や、大雨に関する大分県気象情報を発表します。この段階では早期注意情報に注目してください。早期注意情報は、 5日先までを対象として警報級の大雨が発生する可能性が高い場合に高高くはないが可能性がある場合に中として発表します大雨の可能性中が発表されたら天気予報に普段以上に留意しもしかしたら警報が発表される可能性があるかもしれないという心構えを持っておく必要があります 早期注意情報で警報級の大雨の可能性が注意症となっているときには、警戒レベル1となります。警戒レベル1のとき、住民が取るべき行動は、災害への心構えを高めることです。具体的には、テレビやスマートフォンなどで最新の気象情報を入手したり、備蓄や非常持ち出し品などの確認を行ってください。 気象庁のホームページで提供している早期注意情報はこのような表示で5日先までの警報級の現象が発生する可能性をお知らせしています。例えば、6時から18時が中となっていれば、この時間帯のどこかで警報を発表する可能性があることを意味しています。予測時間が長くなるほど精度が低くなるため、翌日までは一定の時間幅、 翌々日日以降は1日単位の予想となっていますまた翌日までは1次細分ごとの発表ですが翌々日以降は県単位の発表となりますつまり県内のどこかで警報の可能性があれば県単位で中となる運用です早期注意情報で高となれば十中八九警報が発表となりますここのことから 早期注意情報は、早い段階で心構えを持つための重要な情報であることがわかります。続いて、大雨が発生する半日前から数時間前、自らの避難行動を確認する警戒レベル2の情報です。大雨発生の半日前から数時間前、雨が降り始める頃になると、雨の強まりを見越して、気象庁では、 大雨洪水注意報を発表しますさらに警報級の大雨が見込まれる場合には大雨に関する気象情報や後ほどお話しする警報に切り替える可能性が高い注意報いわゆる警報予告付き注意報を発表します。大雨洪水注意報はは警警戒戒レレベベルル2 2です警戒レベル2は 住んでいる地域にどれほどの危険性が迫っているのかを知るために雨雲の状況を確認したり近くの市町村での警報の発表状況を確認するタイミングです警戒レベル2での住民が取るべき行動は自らの避難行動を確認することです具体的にはハザードマップなどにより自宅などの災害リスクや避難経路を再確認したり 避難する際の手段の確認などを行ってください続いて、大雨発生の数時間前から2時間程度前の警戒レベル3相当の情報です大雨発生の2時間から3時間前には、気象台は大雨洪水警報を発表します大雨警報が発表される状況では、 市町村では、警戒レベル3高齢者と避難のの発令の検討を始める段階です。警戒レベル3高齢者と避難が発令された時に住民が取るべき行動は避難に時間を要する高齢者や避難する際に支援が必要な要配慮者は避難を始めることです。その他の人も必要に応じて普段の行動を見合わせたり避難の準備をしたり 自主的に避難することが求められます大雨警報と同時に発表する大雨に関する大分県気象情報には雨の状況や今後の予想を記載しています気象庁ホームページの雨雲の動きや危機来る危険度分布で土砂災害、浸水害、洪水害の危険度を確認することで 身近にどれくらいの危険が迫っているのかを確認してくださいこれは、注意報・警報の発表と同時に公表する警戒注意期間を示した表です警報級や注意報級の減少が予想される期間を3時間ごとに示しそれぞれの時間帯の最大雨量や最大風速なども表示していますこの表を見ることで、いつ危険度が増すのか その時の危険度がどの程度であるのかが分かります。また、警報に切り替える可能性が高い注意報には、びっくりマークがついています。警報級の減少が夜間や早朝に予想される場合には、明るいうちに避難するか否かを判断する必要があります。続いて、実際に大雨となり、さらに危険度が増大した時に発表する、 警戒レベル4相当の情報です大雨警報の発表後さらに雨が降り続き土砂災害の危険性が高まると土砂災害警戒情報を発表します土砂災害警戒情報は警戒レベル4相当という位置づけで市町村が警戒レベル4避難指示を発令する目安となる情報ですまた、 数年に一度しか起こらないような猛烈な雨を観測または解析した場合には記録的短時間大雨情報を発表します非常に激しい雨が同じ場所で降り続いていることを知らせるときには線状降水帯というキーワードを使って顕著な大雨に関する情報を発表します危険度が高まっている場所を確認するためには 気象庁ホームページの雨雲の動きや危機来る危険度分布が役に立ちますこのように大雨による危険性が高まったときには市町村が警戒レベル4の避難指示を発令しますここで住民に求められる行動は大分市から発令される警戒レベル4の避難指示に従って危険な場所から避難することです仮に警戒レベル4 避難指示が発令されていなくても、危機来る、危険度分布を使って、自らの避難の判断を下す必要があります。土砂災害警戒情報について説明します。土砂災害警戒情報は、市町村が警戒レベル4、避難指示を発令する際の判断や、住民の自主避難の参考になるように、大分県と気象台が、 共同で発表する情報です左が土砂災害警戒情報です大雨警報が発表されている状況で土砂災害の危険度がさらに高まったときに市町村単位で発表しますこの情報が発表されたときには右に示した土砂危機クル土砂災害の危険度分布を活用して危険度が高まっている場所を確認してください 土砂危機クルの危険度は、避難にかかる時間を考慮して、2時間先までの予測値が含まれています。紫色の地域で、かつ土砂災害警戒区域などにお住まいの方は、厳重な警戒、立ち退き避難などの身の安全を確保する行動が必要となります。最後に、大雨特別警報についてです。 広い範囲で数十年に一度の大雨になり、最大級に危険が増大したときには、警戒レベル5相当の情報、大雨特別警報を発表します。大雨が続いて危険度がさらに高まっていき、命に関わるような重大な災害が起きてもおかしくない状況になると、特別な対応が必要になります。 警報の発表基準をはるかに超える大雨となり、命に関わる重大な災害の起きる恐れが著しく高まっている場合、気象台では警戒レベル5相当の大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけます。特別警報を発表したときには、これまでに経験したことのないような重大な災害が差し迫った異常な状況にあります。 したががっって、て住民の方ににとっては、特別警報が発表さされれるる前に避難を完了させられるかどうかが重要です。もし特別警報が発表された時に安全な場所に避難できておらず外出することが既に危険な状態の時には無理をして避難をせずに家の中の比較的安全な場所にとどまるなど命を守るために最善の行動を尽くす必要があります。 特別警報を待ってから避難するのではなく、警戒レベル四までに全員が避難を完了しておくことが大切です。重大な災害の恐れが高まっているときには、段階的に警報・土砂災害警戒情報と発表していきます。警戒レベル四までに避難を終わらせておくことが大切です。 最新の気象情報やキキクルなどを利用し、早め早めの避難に生かしていただきたいと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとう。